カナダマニトバ州ウィニペグ公園にて、ジョー・エリオットは、イギリスのロックバンド、デフレパードのボーカリストである。身長187センチメートル。1977年の11月、ジョー・エリオットは、地方のアトミックマスのメンバーであったピート・ウィリスに乗る、ずであったバスに乗り遅れた時に出会った。二人ともミュージシャンであることがわかり、残りのアトミックマスのメンバーに会い、最初は、 ギタリストとしてオーディションを受けた。バンドのメンバーは彼の恋に印象を受け、彼をボーカリストとして雇うことにした。バンドは彼がバンド名をデフレオパードに変えようという彼の提案を採用した。しかし彼は当時のパンクバンド名に動物の名前を含んだものを付けるというイギリスの流行を嫌い、後に現在の綴りであるデフレパードに解消する。 また、恋に異なった綴りにすることで、レッド・チェッペリンに敬意を表す意味もあったようである。すぐに彼はバンドに不可欠な存在となり、また、彼の作詞力はバンドに著しく貢献した。エリオットは、ひらめきのもととして、彼の広い音楽の趣味を活用し、優れた作詞をした。また、彼はデフレッパードの曲は、個人的な感情を含めたものではなく聴く人が容易に、 感情を移入できる歌詞であるとも述べている。彼はギターやドラム、ピアノ、キーボードも操ることができる。ありがとうございます。